さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日はですね、ちょっと通販のお話をしたいなと思ってます。通販で結構すっごいいろんなね、サイトがあると思うんですけれども、私もすごくよくいろんなサイトをですね見てはいいなってポチってすぐしちゃうんですけれども、最近ですねちょっとスタイルデリっていう、通販サイト知ってる方もね、いるかと思うんですけれども、はい、スタイルデリさんからですねちょっとお話をいただきまして、で私ちょっと知らなかったのでサイト見させてもらったんですけれども、本当に4、50代結構ね使えるアイテム、ベーシックでありつつちょっといい感じのねこうトレンド感が入っている通販サイトで、なんかちょっと若狭チャンネルの方々皆さん好きなんじゃないかな的なはい、今日はですねちょっとすごく使えそうだなとか、今っぽいスタイルが出来上がるんじゃないかというアイテムをですね5つちょっと選んできました。いろんなアイテムがあるんですよ。好きなアイテムとかね必ずあるんじゃないかなと。結構値段もザラぐらいな感じ、はい、結構安いんですよ。ちょっと今までねこんな色ちょっとチャレンジしたことないっていう方もチャレンジでしやすい価格帯なんじゃないかなと思います。はい、あとですね嬉しいちょっとお知らせなんですけれども、なんと若狭チャンネルを、見てくれている方にですね、1万以上ご購入の方はですね1000円 の、 割引クーポンがつくそうです。お買い得ということで、クーポンコードとかは、概要欄にね、貼っておきますので、ぜひ、通販でね、ちょっとお買い物をね、楽しんでもらえたらなと思います。とりあえず、商品紹介、さっき届いたので、とりあえず開封してですね、多分ね、通販サイズ感結構ね、難しいと思うので、そのあたりしっかり見てもらえたらなと。では、まず、商品紹介から。皆さんのお好みのアイテムがありますでしょうか。開封して、中身を確認しました。早速、ご紹介したいなと思ってます。1着目はですね、スクエアフォルムサマービッグシャツ。ビッグです。見えるかな。で後ろがね結構長いの、ほら結構これ長そうだね。色がねすごい可愛くてほらピンク大好きじゃないですか。なので、ピンク迷わず、ピンクにしました。こちらがですね、これフリーサイズになってます。結構身幅もあるので、ほんとゆったりと着れる感じかなって。あんまりねこうぴったりシャツはあんまり着たくないじゃないですか。なのでちょっと緩めなシャツにしてみました。薄めな素材なのでインナーちょっと強つけた方がいいのかなとは思うんですけれども、ミントグリーンってやつもあって、それもすごく可愛かったんだけど、あとは白があります。で商品番号が、234347になります。値段がですね7900円。白が一部予約になってるんだけど、ピンクとミントは買えそうです。あとはじゃあ着た感じ、これちょっと、お見せしたいなと思います。はい、次、はい、次はですねこちらのジャケットです。ダブルのジャケットって感じですね。着ないとなんかこうシルエットが分かりづらいんだけど、分かります、こんな感じの感じかな。結構これもね素材が薄めです。なのですごい夏とか軽やかな感じで着れるんじゃないかなと思うんだけど、ほらちょっと透けるでしょ。こう表面がちょっとこうボコボコした感じっていうかね、脂肪感が出ていてですね、ニュアンスが出てね、そしてちょっと光沢がある感じとかも大人の方いいんじゃないかなと思って、色はですね、全部で3色あります。ブラック、これがライトベージュで、あとホワイトがあります。ちょっとなんか白だと浮いちゃいそうな気がしたので私ちょっと顔の色結構黒めなので、なのでなんか馴染みそうなベージュにしました。サイズはですねフリーサイズになります。カジュアル感のあるアイテム、綿だったりとかカットソーとかね、そういったものが多くなるじゃないですか。なんとなくこうカーディガンも全然ありなんだけど、カーディガンってワンパターンになりすぎちゃうので、こういうのがあると意外にこう着回しできるんじゃないかな、今っぽさが出て良いんじゃないかなと。商品番号がですね文字が細かくても見えないんですよ。233589、233589で微光沢表面シボカンダブルジャケット B すごい長い名前なんだけど、値段がですね11000円です。
すごい大人気みたいで、今ちょっとソールドアウトになっちゃってるんですけど、一応再入荷のリクエストが入ってるっぽいので、良さそうだなとか思った方は、はい、再入荷ちょっと期待してください。次はですね、はい、ボトムです。なんか夏にはちょっと珍しい色合いでしょ。ちょっとシックな、まあ秋口までねちょっと着られるんじゃないかなと思って、なんかほら秋とかもさ、すごい暑いじゃないですか、まだ9月なんて。でだけどちょっとこうほら秋っぽい要素もね取り入れたい時に、見た目がちょっと秋っぽいけれども、めちゃめちゃこれサラサラしてんですよ。でね、名前がこれサラサラハイウエストパンツっていうぐらい、ほんとサラサラしてるの。なんかこう夏向きの素材でですね、こうセンタープレスも入ってるし、ハイウエストっていうのが、まあ、低身長さん向けかなと思って、色がですねかなり使えるブラックが一個あります。サイズはね S と M があってですね、私は S サイズにしました。はい、商品番号がですね、234313で、値段がですね8900円。どれぐらいのねハイウエストなのかとか、まあ、結構トロンとしてるので落ち感も出てね、綺麗に着られるんじゃないかなと、ちょっと後でコーディネートをしてみたいと思います。次はですねこちらです。次もちょっとパンツなんですけど、見えます？はい、見て。で、名前がですね、その名の通り、ドット柄リラックスタックパンツ。腰回りというかお尻あたりすごいゆったりしてると思う、このシルエット。素材がですね、綿がね 93% で、ポリウレタンが 7%、 ストレッチ入ってます。なんか腰回りかなりゆとりあるから、まあ、ストレッチ、ね、なくても良さそうだけど、まあ、でもすごく履き心地が良さそうかなと。サイズがですね4サイズ展開ですね。私が頼んだのは F の01ってやつにしました。商品番号が234345で、お値段がですね9900円で税込み価格です。丈がちょっと長いかな。でポケットもついてるし、で嬉しいことにね、後ろはゴム仕様になってます。めっちゃ伸びる。でしかも裏地もちゃんとほらねついてる。やっぱこういう裏地あるとね安心だよね、大人さっきのこれもね裏地ちゃんとついてます。さっき言うの忘れちゃった。最後のアイテムなんですけど、こちら黒のニットワンピースです。こちらなんですけれども、涼感サマーニットシリーズで、これロング丈の方にしました。なんかこれすごい大人気なアイテムらしくてですね、このノースリーブのワンピース B っていうのと C っていうのがあって、 C の方がちょっと丈が短めなんですよ。で私は身長低いんだけど長い丈の方が好きなので、なので長めの方にしました。ニットワンピースってまあちょっとね意外にこう太って見えちゃうんじゃないかとか、夏場暑いんじゃないかとか思う方多いと思うんだけど、すごく涼感なんですよ。なんか普通にこう地圧な感じのニット素材に見えるじゃないですか。手にこう触れた瞬間になんかちょっとひんやりする感じなので、本当にこうさらっと夏場を快適に過ごせるんじゃないかなと思っていて、なんか私カットソーのね黒のワンピースも持っててすごいやっぱ活躍するんだけど、どうしてもちょっとやっぱカジュアル感は出ちゃうんですよ。まあ、ニットのアイテムがあるとすごくこう大人っぽく着れて、で綺麗めに夏着られるし、まあ、自分はすごくこう快適に過ごせるっていう。 A ラインになってるんですって。内側にほらラインが入ってるでしょ、この辺ね。こういう内側に入ってるから着痩せ効果が分かるらしくて、しかもなんかここの裾がね割れてる感じもねなんか可愛いですよね。黒とあとネイビーとあとパープルとライトモカの全部で4種類ですね。全部フリーサイズになるそうです。商品番号が233655で、お値段が7800円の税込み価格になります、ね、なんか素材もいい感じだし、はい。そんなわけで今ご紹介したね5アイテムを使った、コーディネートをですね全部で7コーデ作ってみたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。すごい結構大きいシルエットになってます。このシャツ後ろもこんな長いの、お尻すごい隠れるんだけど結構長いです。身幅もかなりある感じなのでゆとりがあるシルエットとなっております。袖はちょっとまあフレンチぐらいになっていて、なので、まあ、二の腕はねカバーできるかなって感じなんだけど、ちょっとこう上げるとここ中であまり見えます。はい、なので中のインナーはねちょっと気にした方がいいかな。体がこう泳ぐ感じなのですごい涼しいです。で色も可愛いし、パンツなんですけど S サイズにしました。
S でも結構大きいんですよ。結構こうあのゆったりとしたシルエットで、あの後ろはねゴムじゃないんだけど、結構ウエストもねあの ゆったりとしてます。ウエスト位置は高めです。裾はちょっと一折りしてます。綺麗めに着たかったのでごくサラッとしていて、本人はめちゃめちゃ涼しいと思います。コーデはちょっと黒のバッグと黒のサンダルでシャープさを出してみました。はい、2着目着てみました。こんな感じです。はい、今回はサテンのタイトスカートを合わせてみました。で、あのちょっと羽織として結構オーバーサイズのこういうシャツとかってすごい1個羽織ってもすごく軽やかなので、体型カバーもできるので結構使えるんじゃないかなと思ってます。ちょっと夏っぽくこうカゴバッグだったりとか、なんかサングラス B さんとか夏らしさを出してみました。3つ目の購入とこんな感じです。ボーダーを合わせてみましたね。結構なハイウエストでしょ足中効果は抜群かと思います。あの一応足元は、まあ、ハイウエストってこともあるのでフラットでも、はい、夏は大体、まあ、フラット系のねあのサンダルが履くことが多いので、あのバランスよく低身長さんとかでおすすめかなと思います。次はこんな感じです。水玉のパンツと、はい、ジャケットを羽織ってます。結構好きなスタイルです。なんかこういうのってね、なんか若者が、まあ、着てるイメージだけど、体型カバーとかもしてくれるし、すごくあの軽やかな感じに見えるので、暑い夏だけどこうきちんとしていかなきゃいけない場所とかってねいっぱいあるじゃないですか、まあ、こういったジャケットあるとすごくあの使えるんじゃないかなと思います。今そのまま伸ばしてるんですけど、こういう感じね、はい、折ってもいいかなと。だけどこの後ろちょっと割れてる感じで、ポケットもきちんとあります。パンツはこれまた同じくハイウエストで、形こんな感じです。この辺がすごくゆとりあって、なんかボンタンっぽい感じ懐かしいよね。きちんとあってタックがあるのでお腹周りすごく楽です。はい、次のコーディネートこんな感じです、まあ、あの先ほどのトットのパンツを生かしたコーディネートってことで、下半身ボリューム出るのでちょっと上はスッキリとした感じで、ワントーンでまとめてみました。足元は、バレーシューズにしてます。はい、涼感サマーニットワンピースを着てみました。めちゃめちゃサラッとして気持ちいいの。涼しげなニット素材だと高見えするので、なんか大人の人はねすごくおすすめかなと思います。あの何よりもこのニット素材がちょっともみがあるんですけれども、それが逆にこうストンと下にこう落ち感があるっていうんですかね、結構あのスッキリ感が、はい、出ます。あのサイドのここのねスリットもちょっとポイントかなと思っていて、なんかすごくあの動きやすいですし、あとはあの、まあ、デザインとしてもねちょっと後ろが長めなんですけれども、ちょっと軽やかさも出ますよね。脇肉気になるじゃないですか。これもちょうど見えないぐらいのアームホールになっているので、そこも全然気にならないかな。帽子、カゴバッグと、あと珍しくあのエスパーを履いてます。こちら最後のコーディネートになります。こんな感じキャップとかスニーカーでちょっとスポーティーな要素もねこう出してあげると、まあ、今時なスタイルになるんじゃないかなと思います。以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、7個のコーディネート、どうでした。なんかあの、ね、結構いろいろと使えそうでしょ。通販ってねやっぱりあのサイズ感ちょっとね難しかったりとか、あの悩む方も多いと思うんですけれども、あの私の身長を基準に、ご購入していただけたらなと思っております。
スタルネリさん、なんかいろんなアイテムがあるので、皆さんね、お好きなやつがいくつかあると思いますので、ぜひあのサイトの方もね、チェックしてみてください。あとあの、本当あのクーポンコード、ぜひあの1万円以上の方はね、ぜひ使ってみてくださいね。チャンネル登録、まだの方、ぜひお願いします。あと、通知設定と、インスタグラムもね、更新しているので、フォローの方お願いします。それではまた更新しますので、また見に来てください。では、バイバーイ。